親家赤八、親家赤八、縁渡るけ赤八、親、は赤八、堀川原赤八、本河原赤八、赤八本河原は沖縄県八重山列島石垣島の大浜村、現在の石垣市大浜を、根拠地とした15世紀の首領である。親家赤八の生誕地は、果てるまで、幼少の頃から豪傑としての頭角を表していたという話があるが、不詳。 ハテルマには生誕記念碑がある。琉球側の歴史資料上には、大浜の一号族として登場している。いわく、妻は、石垣村の長田大主の妹の古市、甲津葉、久イ津葉。親家赤八は、八重山の首領として、島民の広範な支持を背景に、琉球国への徴工にの三年たち、さらには、我が新民である宮古を攻めたため、年月日に、 琉球軍の軍船大将百艘、層、琉球兵三千人を送り込み、これを討ち取った。とある。これが小焼赤八の乱である。八重山、宮古に現存する諸資料を紐解くと、元来の宮古、八重山の両先島は、琉球に属さない大平山、大便山という連合であったことが伺える。代々宮古の狩猟一族である空広し、空ビー。 いわゆる中曽根豊臣親が15世紀に入ってから、中山第二直しに教順して、琉球の超広告となり、さらには八重山にも同様の主従を求めてきた。それに対抗した公焼赤八率いる八重山という構図である。ただし同士家父政党、調査改正家父体操、八重山党年代記といった都、八重山に残る諸資料に共通して記されているのは、 赤八に全島民が同心し、厚い信頼を得ていたとあり、前述の、親家赤八の乱では、男性島民だけにとどまらず、女性島民も沿岸に立ちずそによって、琉球軍の侵攻に対抗したと記録されている。現在、石垣島の先原公園に鎮座する、親家赤八の日の碑文によると、石垣の土着神である、入木や余り神の祭祀を、 琉球の昇進王が弾圧したため、1500年に、親や赤八が、島民の先頭に立って、半家を翻して奮戦するも、討ち取られた。と記されている。また、大浜公民館近くには、親や赤八の像があり、こちらの碑文には、西暦1500年、当時の琉球王府への朝貢を拒否、半家を翻した、京天道地の親や赤八の乱の主人公。 おやけあの銅像。その人物像は、独立心が強く、体つきが人並みは、ずれた大男、抜群の力持ち、髪は赤ちゃけた正漢な顔つきの若者マイナスと、伝えられている。正義感が強く、島の自由のために先頭に立って権力に立ち向かい、八重山の人々から太陽と崇められ、辛抱を一心に集めていた。来、今日までおやけの意徳は、 石垣島の人々に赤八精神として受け継がれている。と記されている。敗北したものの、琉球の信仰から太平山、大便山を守ろうとした公家赤八は、先島諸島の英雄として現在に伝わっているほか、遺力や余り神を伝える歌器も石垣島に行っており、変わらず信仰の対象となっている。現地の言い伝えや伝承では、 親家赤八の居宅は、現在の大浜公民館のあたりとされるが、一部の学者は、フルストゲン遺跡を親家赤八の居城跡に否定している。韓国には、小説、高吉道伝の登場人物、高吉道、本ギルトンと親家赤八との同一人物説を唱える者がおり、吉爪イコールジンギス関節と似た形で、授容されている。ホンギルトンは、 大衆的人気が高いが、盗賊であり、朝鮮王朝に対する反逆者というキャラクターであり、これが八重山諸島に逃れたという、同一人物説を、説森影、ソルソンギョン、当時四世大学教授と両官商、ヤン・コンスンが唱えている。彼らは、ホンギルトンは、淡島国、先島諸島を指すに逃げ延びて本川原と名を偽り、 そこで尊敬される指導者として、民を苦しめる日本政府、琉球国を指すに対抗して戦い、このような事実が日本の歴史書にも記されていると宣伝している。この同一人物説によって、親焼赤八がしばしば沖縄県と韓国との友好事業、行事の題材にされることがある。しかし、ホンギルトンはあくまで架空の人物であり、史実では、李氏朝鮮の公式記録、 李朝実録円山君六6年、1500年10月22日に世間を騒がせた、盗賊、高吉道なる者が捕獲されたとの録があるのみ、高吉道の取り調べと罪状報告は12月29日の記録まで存在するで、この犯罪者をモデルに書かれたのが前日の高吉道伝である、17世紀初頭の朝鮮の身分制度と社会を風刺した小説で、 主人公ホンギルトンたちは南海の楽園、淡島国へ逃亡するという結末である。小説自体は風刺の意図を超え、痛快な義族小説として多くの平民に愛され、朝鮮人の英雄像の一つとなっており、しばしば実在の人物だと錯覚を起こす、ものまでいるほどの人気である。2001年5月4日には、韓国南部の頂上軍で、 高予指導国際学術シンポジウムが開かれ、同一人物説について、日韓の研究者が議論した。ただし、同シンポジウムについては、沖縄県と韓国の相互交流という試みであり、歴史研究ではなく、友好行事である。なお、韓国側が主張する、同一人物説の根拠は15世紀末という時期が、一致や、古巣と原遺跡から、 高来性の陶磁器や古墅が出土したといった程度のものだけであり、日本では韓国側の思い込み、そもそもが小説の中の登場人物として完全に否定されいる。2001年7月には八重山諸島と韓国との友好イベントとして、小焼赤八と高吉堂の同一人物説に基づいて創作された韓国の劇団によるミュージカル本瓦原の公演が、 石垣市で予定されたが、歴史教科書問題の再年により同講演は、直前で中止された。2000年には、石垣市大浜にて、第1回赤八祭り及び、親家赤八慰霊祭が行われた、主催、親家赤八五百年実行委員会。なお、慰霊祭自体は、赤八祭りが始まる以前より、毎年の旧暦3月3日に取り行われている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。